はい、どうもジンさんです。今回は突起戦力に選ばれた5人の死神について解説していこうと思います。突起戦力とはユーハバッハが特に警戒する5人の死神のことで、シュテルンレッターのメンバーに井の一番にアイゼンを勧誘したり、イチゴのことを教育と称して機会加えようとするなど、どうやら抹殺第一ではない様子も伺いました。また当初は山本源流星茂久にも数えられていましたが、長き総隊長の中で慈愛が芽生えた彼を突起戦力から外しています。しかし舐めていたわけではなく、残花の立ち対策を講じたり、自ら山爺と戦闘をするなど、むしろ警戒はしていた様子。もしかしたら多少の嫌がらせもあったかもしれません。そんな感じの突起戦力は全部で5人、それぞれ未知数の〇〇という形で選出されています。この動画では一人一人深掘りしていき、未知数の〇〇ってそういうことねとご理解いただけるよう解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。まずは本作品の主人公黒崎いちご。選出理由は未知数の潜在能力。今までのいちごは無月のおっさんが抑えきれなかったかすかな力にフォローの力を合わせていたようなもので、いちごが持つ本当の力、実力には遠く及んでいませんでした。ただ最終章で一心から母まさきの真実、そして残月のおっさんからこれまでの力が何だったのか聞かされ、しまいに大越から残月を打ち直してもらうことでついに真の力を手にしました。この状態のいちごはおそらく作中最強クラス。霊王を吸収したユーハバッハでさえ、イチゴの力には油断の隙もない恐るべき力だと警戒していました。そのため真の天差残月はすぐおられ、我々読者は主人公の覚醒した力を見ることなく終わってしまいましたが、そうでもしないと敗北する恐れがあると全能バッハに悟らせるぐらいの力というふうに読み取ることもできるため、やっぱり真の天差残月は相当強いと思われます。そしてイチゴは霊王の器に足る全ての素養を持つ得意な存在でもあります。厳密には霊王の器にフォローの要素は不要なのですが、それでも死神、クインシー、フルブリングを持ち、それにフォローの力が溶け込むとなると、ブリーチの世界では前例がなく想像もできない存在。そもそもフォローとクインシーの関係から共存できるのかすら怪しいレベルだったのに、チャンイチの中は仲良し小良しだったんですよ。これについては浦原もアイゼンも全く予想できなかった事象でもあります。そんな奇跡の存在である黒崎いちごが体内でどんな化学反応が起きて想像もできない恐ろしい力を持つのか、こんなのユーハバッハでも想像できないわけですね。つまり未知数の潜在能力と評されるのは至極当然のことだと言えるでしょう。続いては11番隊隊長ザラキケンパチ。選出理由は未知数の戦闘力。最終章では目立った活躍はグレミー戦ぐらいで、やられっぱなしのイメージが強い印象ですが、そんなことはありません。そもそもグレミーに勝てたことはとんでもないことで、ザラキ VS グレミー戦の勝敗がそのまま第二次進行の勝敗に直結すると言っても過言ではありませんでした。グレミーは想像を現実にする力を持ち、シュテルンリッターの中で唯一檻に入れられていた存在です。自称最強のシュテルンリッターでしたが、それはおそらく間違っていません。宇野花を倒し真にケンパチという名を引き継いだ最強の死神であるザラキケンパチだからこそ彼に勝てたんだと思っています。作中でもザラキを撃てば戦況が一気に傾くと死神やクインシーたちが戦地を駆け巡っていました。この時点ですでに戦場は彼を中心に動いていたわけですよね。もちろん彼の活躍はグレミー戦だけではありません。 VS ジェラルドではあの巨体を短期で両断したり、挽回すれば顎の力だけで巨大な腕を噛みちぎったりするなど圧倒的な力を見せてくれました。最終的には自身の力に耐えきれず散ったわけですが、あれはつまりまだ上があるということ。未知数の戦闘力にふさわしい最強クラスの死神だと思っています。次は0番隊、ヒョウスベ一兵衛。選出理由は未知数の H。H とは優れた知恵、深く物事の道理に通じる才知という意味らしいです。つまりめっちゃ頭が良くて、物事の真理を知り得る優れた才能の持ち主、みたいな感じです。和尚は全部に名前付けたらしいからそこから来ているのかって思われるかと思いますが、それだけではありません。小説 Can't Fear Your Own World にて、和尚が実は遥か昔というか原初の世界から生きていることが分かりました。しかも霊王が生まれるより前から生きているんで、死神の始祖みたいな存在といっても過言ではありません。つまり遥か昔から存在し、あらゆる出来事を目撃してきただけでなく、それら全てをちゃんと理解して覚えている。さらにブリーチにおいて名前というのは力や本質に直結する重
重要な設定がありますから、万物すべてに名を付けたということは万物すべてを深く理解しているということになりますと、なんとなく説明ができますが、そんな存在である和尚が一体何を考え何を企んでいるのか、信仰するにあたってどれほどの策が通じるのか、それとも全部お見通しなのか、こう考えることもできるため、和尚という存在がどれほど驚異的なのかお分かりいただけるかと思います。未知数の英知にふさわしい本当によくわからない異常な存在でした。続いては希代の滞在人アイゼン宗介、選出理由は未知数の霊圧。彼に関しては持ち前の天才的な頭脳でも、周囲を翻弄し続けた強化水月でもなく、警戒すべきは霊圧です。つまり彼もザラキに負けず劣らずのゴリラッチョなわけですね。アランカル編では宝玉と融合し超越者に至った彼は、すでに死神という括りから一つ上の次元にいるのかもしれません。最終章では霊圧だけで霊王級を落とそうとしたり、霊王の力の本流を霊圧で押し潰しました。また溢れ出る霊圧が膨大すぎるのか、77の能力ですら止められるのは5分程度で、無限から解放される際も一般死神では触れることすらできなかったのも忘れてはいけません。そして彼は無限にいながらも成長し続けていました。これがアイゼンがすごいのか宝玉の影響なのかは分かりませんが、これも普通ではありません。以上のことから、もはやアイゼン宗介という存在は通常の物差しで測れるレベルを超えており、無限にいようがいまいが関係ない、あいつはヤバいと考えることができます。宝玉というアイテム自体もよく分かっていない以上、アイゼンという存在がこれからどうなるのか、どう立ちふさかるのかってのは予測できない。だから未知数の霊圧っていうのは当然といえば当然ですよね。というか宝玉融合前から霊圧お化けだったわけですから、未知数の霊圧って部分もおかしくないと思います。本当にアイゼンの出世は気になりますよね。最後は浦原喜助、選出理由は未知数の手段。彼の戦闘に対する準備は常軌を逸していました。戦の備えで1使えれば上等、可能性のあるものは全て残らず備えておく、戦いとは負けたら死ぬ、知らないためにできることはする、当たり前なことではありますが、浦原喜助にとってそれは常人には真似も理解もできないものでした。アランカルの霊圧がレスレクション後でフォローの霊圧へ完全に変化する、ここまで戦闘に使えるかもと拾っているということは、他にも細かすぎる何かを1000以上用意していることは想像にたやすいはずです。普通なら切り捨ててしまうようなゼロに近い可能性も捨てない浦原喜助、対して黒土マイルはペルニラ戦で補軸剤を忘れていたシーンがありました。あらゆることを想定して準備し戦いに臨む浦原喜助と、相手の出方を見て瞬時に対抗策を講じる黒土マイルは対になっていることがわかります。話を戻しますが、そんな浦原喜助の手段が一体どこまで及んでいるかは見当もつきません。作中ではメダリオンの解析、クインシーとホローの関係や新鋭薬の開発、そして霊王級へ進行するための扉など大きな活躍を見せてくれました。未知数の手段にふさわしい非常に強力な死神だと思います。以上が5人の特起戦力として数えられた5人の死神となります。全員それにふさわしい実力を兼ね備えた死神であるということはご理解いただけたかと思います。皆さんの感想や考察なんかあれば、ぜひコメントで教えてください。お待ちしております。最後に特起戦力に数えられていないけどワンチャンあったよねって死神をいくつか紹介していきます。まず思いついたのが浮竹十四郎、霊王の右腕をその身に憑依させている死神でありながら、元気だったら狂楽春水に匹敵する実力を有する死神。ただ単純に強いだけでなく、霊王の右腕を宿しているってところが未知数の右腕ってなりそうで挙げてみました。冗談すみません。続いて黒土真由里、ただ先ほど説明した件もありますが、作中でほとんど解決策を講じたのは浦原喜助なんですよね。ペルニラ戦や振り返って石田戦なんか見てみると、自分の想定を上回る敵を相手した場合、結構後手後手になるというか苦戦しています。これはあらゆる可能性を考慮して準備する浦原と、相手の能力を見てからメタを張るマユリとの差だと思います。もちろんマユリが弱いと言いたいわけではなく、マユリの技術力も相当なものですが、やはりここの差がポイントかなと思いました。最後は室賀谷藤四郎、未知数で語るのならば、彼の大グレン氷輪丸イケメンエディションも十分脅威で未知数だと言えると思います。これはなんででしょうかね。ちょっと腑に落ちる説明が出てきませんでした。当時では完成まで時間がかかり、長く持たないからそんな怖くないよってことなんでしょうか。そう考えれば、地合い山 G が入っていない特起戦力に室外が入らなかったのも納得できるかもしれませんね。以上、特起戦力について解説していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。皆さんの感想や考察コメントもお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。